柳瀬宏文君。はい、えー、日本維新の会の柳瀬宏文でございます。えー、今日はあの NHK の予算の審議ということで、えー、まあ NHK のですね、公共放送としての役割っていうのは一体何なのかということをですね、まあちょっと大きなあの概念ではありますけれども、まあこの点についてですね、お伺いをしてまいりたいというふうに思います。えー、でその前にですね、一つあの、まあ先般あの総理の 会見がありました、25日でしょうか、なんですけど、これがです、ね、質疑に入って、途中で打ち切られたんですね、でこれ、衆議院の方でも、総務委員会で議論されたということが聞いておりますけれども、非常に残念だったという意見をです、ね、たくさんいただきました。あの例えば高校野球あの 当然その後にですね。あのニュース番組をやらなければいけないという編成上の都合があったというのはよくわかります。ただま今この新型コロナウイルス対策がえま何よりも重要なことでありますし。しまたその中でですねこの国のトップであるえま総理がですね。ま、何を言うのかというのは極めて重要なあの情報だというふうに考えております。あの甲子園の放送もですね。まニュース。 の時間帯になると教育テレビの方にですねあの番組移行して続けるというようなことがなされているというふうに存知をしております。まあぜひですねこの新型コロナウイルス対策においてまあ重要な情報適切な情報これをしっかりとですねあの国民の皆様にお届けいただけるようにですねまず要請を申し上げたいというふうに思います。えー、答弁を求めません。はい。でですねあの、まあ、先般あの n h k 見てまして。 えー、NHK でいろんな番組やってるんですねあの、非常に面白いなと思った番組がありましてあの、マウンティング講座っていうのがあるんですけど、これ、大臣ご、ご存知ですかね、えー、あまりご存知ないですね、はいえー、マウンティング講座っていうのをやってたんですよ、でこれ、まあ、ちょっと面白さをでさを、ね、表現するかか、なかなか難しいんですけど、まあ、4人ぐらいの広告代理店のです、ね、<laughs> まあ会議のシーンがあって、えーまあ、誰がマウントを取れるのかということをです、ねまあ、解説すると。 いう講座番組だったんですねで私はあの、まあ、忙しかったんですけど20分ぐらいちょっと見入ってしまってですねすごいなというふうに思いました本当に面白いなというふうに思ったんですねただそれと同時にですね私は面白いなというふうに思って単純に見てたわけでありますけれどもこれ公共放送 NHK としてですね まあどういった番組を流すのが本来の役割を果たしているということになるのかな、ということも、これを考えたところであります。まあ、多くの国民の皆様がです、ね、今の NHK の現状に満足していない、という状況があると思います。でそのうちの一つはです、ね、NHK がこの公共放送としての役割を果たしていないのではないかといったところ。これがあるのではないか、というふうに考えています。でこれ、翻ってです、ね、公共放送とは一体何なのか、と。 いうことの概念でありますけれども、これ、NHK ウェブサイトによりますと、公共放送とは、営利を目的とせず、国家の統制からも自立して、公共の福祉のために行う放送ということがあるんですね。じゃあ、この公共の福祉というのは、どこまでが公共の福祉になるのかといったところ、これは極めて漠然として曖昧になっているわけであります。またですね、この NHK の番組の基準による分類、 の中では、えーまあ、番組をですねいくつかの基準で分類しているわけですけれども、えー、教養、教育、学校放送、児童向け、報道、スポーツ、まあ、芸能、娯楽というふうに分類がされているわけですけれども、まあ、このどこからどこまでがですねこの公共の福祉に当たるのかといったこと、これは極めて漠然としている中で、ですねこの番組作りがされているということだと思います。で私はですねこの 今、NHK を抜本改革しなければいけないという中で、本来、この公共放送 NHK が制作して、国民の皆様にお届けする番組の内容というのはどうあるべきなのかという、ですねこの公共放送のあり方、これをもう一度、しっかりとこの仕分けをすること、明確化すること、これがこの NHK の抜本改革には欠かせないんではないかというふうに考えています。その上でですね あの前田会長にお伺いしたいんですけれども、前田会長は、中期経営計画を先頭になってまとめるということをおっしゃっています、その中で,で、この NHK らしさを追求するんだというキーワードをですねこう出されているわけですけれども、じゃあ、会長の考えるこの NHK らしさというのは一体何なのか、これ、端的にですねお答えいただければと思います。日本放送協会会前田会長 はい、お答えしますあの端的と言われると大変難しいんですけど、これ、私でか自分で考えたんですが、NHK らしさとは NHK の存在価値そのものでございまして、受信料を財源とすることによりまして、特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や豊かな文化を育む多様な番組をあまねく提供する役割を果たすということでございます。あの えー、民間がやっていることを真似するとかですねそういうことではなくて NHK でなければできないことを追求していこうというのが本音でございましてあのそ,それを NHK らしさということで、えー、一応キーコンセプトにしたいと思っておりますちょっと漠然としておりますけどあの公共とその他を分けるというのは大変至難の技でございまして、まあ、放送法でもかなり幅広くあの。 規定されてますのでまあ特定の価値ではないという意味ではですねそういうことなんですがやっぱり NHK らしさ NHK ってのはやっぱり公共放送ですのでそっちの方に向いていこうというのがメッセージでございますはい、柳瀬君、はい、あの誠実なご答弁ありがとうございますただですねまあ今あの,おっしゃあの会長おっしゃったようにこの NHK らしさを規定するというのは極めて難しい作業だと思うんですけどそれにちゃんとしっかりトライしていただきたいというふうに思うんですね でそれをしなければです、ね、じゃあ NHK がやるべきことと、やらなくてよいことの仕分けはできないというふうに思います。ですから、そこをです、ね、この中期経営計画の中でも、これ、しっかりとです、ね、あの表現をしていただきたいということを申し上げたいと思います。で、私たち維新の会はです、ね、この NHK の改革のコンセプトを提案をさせていただいておりまして。 まあちょっと読み上げさせていただきますけれども、防災情報などの公共性の高い分野は無料化して、まあ、スマホ向け無料配信アプリを導入していくと、有料部分は放送のスクランブル化と有料配信アプリを導入すると、民間にできる番組は民間に委ね、災害時の緊急放送や報道等に番組内容限定し、 公共性の高いコンテンツを視聴する機会を広く国民に提供するべきであると、これ、公共 NHK と私たちが呼んでいることですね。でそれ以外の分野は、民放事業者との公正な競争環境の下で競うべき,うべきだということは、これ、民間 NHK というふうに私たちはちょっと区分して考えているわけです。本来、公共放送 NHK がやる部分と、民間でもできる、でもそれを NHK もやってもいいと思います。これ、民間 NHK と言われている部分に、私たちはこれを仕分けをしてですね、 分割して、まあ、民間でできることは民間に、まあ、民営化していくと。 いう手法、こういったですねあの抜本的な考え方、改革、これをですねぜひあの検討いただきたいというふうに思うんですけれども、高市大臣はこの NHK 改革に、かなりあの思いを持っていらっしゃるというふうに存知しております、ぜひこの高市大臣のもとで,で、これから開かれるまあ検討会でも、こういったですね大きなあの抜本的な、本当に抜本的なですねあの仕分けという改革に取り組んでいただきたいというふうに思いますけれども、見解を伺いたいと思います。 高市総務大臣。あの,御党の あの案をまあそのままです、ね、あの受け止めるかどうかは別として、NHK の,のまあ改革ということについては、強い思いを持っております、まあ、それは国民、視聴者皆さんの受信料によって成り立っておりますから、業務の効率化、合理化もしていただかなきゃいけませんし、まあ、これからの時代の変化に合った改革、まあ、これもあの放送通信の融合の時代の中で受信料をどう考えていくか、まあ、こういったことにまずはえー取り組んでまいり たい,と思いますであのその公共 NHK と、えー、民間 NHK。 ですか、えー、その話ですが、まあ、NHK には公共放送として、まあ、現在の放送法上でございますが、広告主の意向や視聴率にとらわれない、えー、豊かで良い番組を放送することによって、文化水準の向上に寄与すること、えー、また地方向け番組の提供などが求められております、まあ、現在 NHK ではあの報道番組や教養番組をはじめ、まあ、豊かで良い番組を放送することで、公共放送の基本的な役割を 果たしていただいておりますので、今直ちに NHK を分割民営化すべきとは私は考えておりません。宮永くん、はい、ありがとうございます、えー。誠実なご答弁をですね、ありがとうございます。あのー。 あの受信料制度についてですね、まあ抜本的に取り組むんだというごあのご意欲がですね、すごいよくわかります。ただ私はまあ先ほどの合理化ということも含めてですね、じゃあどうやって合理化するのかということを考えたときには、やっぱり NHK が本来果たすべき役割とは何なのかというこのコアなコンセプトをですね、もうしっかり明確化しなければこれは形上の合理化をしても意味がないというふうに思います。またあの規模の問題があの議論されているわけですけれども、まあ今七千億 でこれが5000億がいいんじゃないかとか、ですね、まあ、自民党の議員の方の中でもこういったことをおっしゃる方がいらっしゃるわけですけれども、この規模の議論をするときもです、ね、やっぱり規模ありきではなくて、やっぱり内容から精査をして、それに見合った適正な規模というのはど,どれくらいなのかということをです、ね、議論していくというのが本筋ではないかというふうに思いますので、ぜひこの抜本的なですね議論をお願い申し上げたいというふうに思います。であのまあ、私はですねこの NHK の予算を審議するときにやっぱりこれはですね、まあ、最もゆゆしき問題ということで,です、ね、言わなければいけないなというふうに考えてきたのが、この苦情の問題ですね、いわゆる NHK の受信料を徴収するときにあたってです、ね、まあ、非常に多くのクレームがあって、まあ、私の周りにもです、ね、本当に嫌な目にあったという方がもう山ほどいるわけですね、その代徴収率上がってますよ。 聴取率は上がっているでもそれと比例して、ですね、まあ、このお、まあ、嫌な目にあって、ですねまさに、えー、なんていうんでしょう、まあ、警察に駆け込んだとか、まあ、そういった事例もですねもうたくさん聞いているわけであります。で、この件に関しては、この委員会でもさまざま議論されてきました、これ、消費生活センターの方にもですね、まあ、たくさんの苦情が来ているわけですけれども、まあ、去年、えっ、ー、と、 2018年度、8000件ですかね、えー、ということであります、これは若干減少傾向ということでありますけれども、おまあ、具体的事例として、ですね生活センターで挙げているものを挙げさせていただくと、1、まあ、人,人暮らしを始めた未成年の娘が夜間に訪れた、えー、この聴衆院に受信契約を強要された、えー、公共放送の勧誘員に指示され、衛星放送が見られないにもかかわらず、衛星放送の受信契約を締結された、高、え、齢、ー、のお 規模宅は公共放送の解約手続き済みなのに、勧誘員が受信料が支払われていないとやってきたということであります。で、これはねあの枚挙にいとまがないわけですよ。こういったクレームがですね。で、あの衆議院でですねこの現状体制どうなのかと言ったときにまあ、年間。 月当たり3000件のペースが2400件に落ちているんだというような答弁をされていたなというのを見たわけでありますけれども、この現状について、どのようにお考えなのか、ぜひ会長にご答弁いただければと思いたします。あの委員御質問のとおりあの フライアンセンター等への苦情はですね、昨年度1か月当たり3000件から、この年度においてはですね、2400件に減少をしているという数字になっています。中身についてはです、ね、訪問員の態度とかですね、先ほども指摘ありましたけど、説明不足、あるいは訪問時間等による苦情があります。訪問用の対応に問題がある場合はですね、一件一件内容を把握した上でですね、 必要に応じて NHK の職員がです、ね、直接指導を行うなど、まあ、再発防止に努めております。でこの苦情の中にはです、ね、訪問員に起因するものだけじゃなくてです、ね、受診料制度等への理解が少なくてです、ね、そういう、まあえー、クレームも含まれているということを、一つ、まあ、ご理解をいただきたいというふうに思います。経験、えー 傾向にありますけれども、まだまだその訪問要員に起因するというところがありますので、そこはですねさらにえ削減をですね否定かなければいけないというふうに思ってます。引き続きえ訪問要員の教育とか指導を徹底して、ですねえ発生の抑止に努めていきたいというふうに考えてますはい柳瀬君、はい。はい はいあのそれ分かるんですけど、まあ、これ、だから3000件がですね月当たり2400件だったということなんですけど、まあ、それでいいのかっていうことなんですよ、でも2400件でもですね年間にすれば、これ2万、3万件近くでしょで、3万件のクレームをですね、まあ、あの今、その聴取員態度だけではないんだということなんですけれども、このトップの相談項目というのは、聴取員の態度だというふうにこれは確認をしています。つまり聴取員にですね えーまあ、極めてですね、無礼な態度で、まあ、不愉快な、あのー、ことを受けたと、まあ、不愉快ぐらいだったらいいですよ、ただもう本当怖くて仕方なかったというような、ですね、まあ、一人で暮らしている、まあ、女性の方、特にですね、えー、からのクレームを聞いているわけです。で、こういうことがですねやっぱり NHK のブランドを極めて大きくですね既存してきたということは明らかです、明らかなんです。ですから、まあ、これは多少減少減していると 言ってもですねこれは話になりません、まあ、こういったことはです、ね、もう絶対に行わせないんだという、ですね、まあ、これ、ゼロ件にするのは難しいかもしれません、でも、ですね徴収、まあ、率を上げるために、多少こういうことがあってもしょうがないんだというような態度であるわけにはいきません、ぜひです、ねまあ、会長の方から、まあ、これは、まあ、これからですねこういった事例があったならば、もう辞任するんだというぐらいの,です、ね、あの決意を聞きたいわけですけど、会長、いかがでしょうか。 はい、日本放送協会前田会長、お答えします、えー。まあそのようなことがないように教育指導をやってまいります。あのすぐ辞任しろと言われてもちょっと困るんですけど、あの一生懸命やりますのでどうかご理解いただきたいと思います。はい、柳瀬君。あのやっぱり前田会長あの新しく会長になられたと。 いうことですですからこれは新規一転するチャンスですし、意識を大きく変えることのできる、まあ、チャンスだというふうに思うんですね。で、僕は NHK 問題、まあ、今今日もいろんなことがあのおっしゃられていて、大変勉強させていただきましたけれども、私はですねこの聴子の在り方っていうのは、極めて根幹の問題、<laughs> 国民との信頼関係においてですね、だというふうに思っています。ですから一度この態度を受けた人はです、ね、でもう周りに言いますよ、言いますよ、でそこから不払いにつながっていく。 で,何とか党ができきててくるととうようなことにつながってきたわけですねですから、これはです、ね、もうゼロ件にするんだという課い決意をです、ね、しっかりと思って、この改革に取り組んでいただきたいということを申し上げたいというふうに思います。で、これはです、ね、やっぱり徴収をどうしていくのかというのは、あの大きな問題で、これ、高市大臣がずっとおっしゃっているわけですけれども、やっぱりこの徴収の費用がですね、これ700億円。 程度かかっているわけですねですから7000億円の売り上げに対して、700億円のこの徴収だけのお費はかかっているということであります、こういった苦情のあり方と、ですねこの徴収のやり方、これをセットで考えて、やっぱりここをですねあのできるだけ低廉化していくということ、これが必要だというふうに思います。まあ、私はでですねここであの 怒られることをですね、あの思いながらも言ってしまうと、私はまあ税にするということもです、ね、あの検討からまあ除外しないということが必要だというふうに思っているわけであります、もちろんそれはあの民間 NHK と航空 NHK ということをしっかりと分けた上での考え方でありますし、またスクランブル化といったこともです、ね、これ、真摯に検討していただきたいというふうに思いますけれども、まあ、大臣、あのこの徴収費用はです、ね、えー、まあ受信業収入の10.8% 10. を占めていると。 ということでこれはもったいないので、低廉化をすべきだということをおっしゃっているわけであります、まあ、この聴取のあり方についてですね、じゃあ、どうするのかということについて、何かアイデアをお持ちであるならば、それをちょっとご匹敵いただければというふうに思うんですけどいかがでしょ。うか社会一総務大臣あの令和2年度の予算拝見しますとさらに えー、増えておりまして、まあ受信料収入の11.1%、えー、占める徴収費用になってます。で、これはやっぱりもったいないと、えー、思います。で、まあ、私としましてもこの費用の低廉化、まあどんな方法があるのかなと、あのまだ。 結論は自分なりには出ないのですが、まあ、例えばマイナンバーカードを活用したまあ電子手続きかとまあいうことも一案だと思います、まあ、そこであのどっちみちあの通信、放送融合の時代でございますので、あの例えばテレビチューナーがついてない大型ビジョンが大変普及した場合ですとか、まあ、それからまあその あのテレビチューナーついてないものを買っちゃってるんだけれども、まあ、NHK は見たいという方がいらっしゃったりですね、さまざ、あ、まなニーズも出てきましょうから、受信料制度を含むこの公共放送のあり方というものを、まあ、有識者会議に、まあ、これ、かなりあの思い切った対応でございますけれども、ご検討、専門的にご検討いただくようにお願いしたところであります、はい、柳瀬君。 はい、ありがとうございますあのぜひその思い切った検討をですねしていただきたいというふうに思いますし、またこれはあの高市大臣しかできないことなのかなというふうに思いますので、あのぜひです、ね、あの取り組んでいただきたいというふうに思います。で、えー、ちょっと話は変わるんですけれども、先ほどの,あの規模の話をしました、えー、7000億が妥当なのか、5000億が妥当なのか、えー、これは内容から決めるべきなんだということを話しましたけれども、やっぱりその NHK のですね、えーまあ、予算ということを見ていても、やっぱり 一番大きい問題というか、やっぱりお金がもうだぶついちゃってると、ちょっと悪い言い方しますけどね、だぶついてるというところに問題があるというふうに思います。これ、キャッシュフローをですね見ていくと、非常にこれ、びっくりしたわけですけど、この NHK のキャッシュフローというのは、毎年度1000億円以上、これ、計上しているわけですね、1000億円のキャッシュフローがある企業というのは、これ、なかなかありません。 売上7000億ですよね、で平成30年度1216億円の事業活動キャッシュフローということであります、でじゃあ、そのダブついたお金をです、ねまあ、どう使っているのかと言ったならば、まあうんまあ、給与水準も極めて高い給与水準だと私は思います、これ、1人当たり、単純に平均すると、ね、1102万円と、職員給与は1140億円、職員数1万約1万人と。 ういうことから割り返すと、これ、1人当たりの給与額は1102万円ということになります。またですね、これ、原価となる番組制作費、これも NHK の桁外れですよね、例えば日本テレビが平成30年度の番組制作費が約1977億円なのに対して、NHK は3475億円ということで、ですね極めて高額のこう番組制作費をかけているわけですよね。 でもそういうふうにお金を使っても、多額の給与を払って、多額の制作費を使っても、ですねそれでもお金が余って1000億円になっているということなんですよ。でじゃあ、その1000億円を何に使っているのかと言ったならば、毎年、ですねこの有価証券を買っているわけですよね、毎年、い大体これ、500億から700億円規模のですね有価証券を使買っているわけです。 でこれ、毎年積み上がって有価証券の平成30年度末の帳簿価格は5729億円ということで、ですね巨額の資産を有しているのが、この NHK ということであります。で、まあ、この NHK はですね資産の大半を、まあ、これ、定期預金、政府系機関、まあ、高速道路会社の債券で運用しています。 でこの集めたお金をです、ねまあ、事業に投資するということではなくて、まあ、証券で運用しているばかりか、その証券も実質的には,です、ね、これはほぼ現金に等しいような債券ばかりであります。ですから、これはまあ受信料、現金で,です、ねまあ、ため込んでいるというふうにも言えるんではないでしょうか、でこれ、放送事業にです、ねまあ、これだけ莫大な金額を使わないということであれば、これは受信料の値下げ。え この原資としてですね、まあしっかりと使っていくべきだというふうに考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか、会長。え、松原理事、お答えいたします。あの今委員が御指摘のようにですね、NHK のキャッシュフロー一千億を超えております。この事業活動におけるキャッシュフローというものはですね、受信料収入や効率的な事業運営の結果である。 当期事業収支差金、それからあまねく放送を行うために設備投資をしてきました固定資産の原価償却費などで構成されていまして、その範囲内で,ですね事業運営を行っているということであります。それからあの有価証券についてお話がありましたけれども、この有価証券につきましては、翌年度の放送サービスに使うですね受信料の前向き金ですとか、 放送センター建て替えのための積立金などについて、実際の支払いに充てるまでの間、少しでも有効に運用するため、そしてなおかつ安全性が高いということが非常に重要ですので、安全性の高い国債や政府保証債、譲渡性預金などで、として保有しているということでございます。え事業活動によるキャッシュフロー保有し、保有している有価証券ともにですね、事業を 適切かつ安定的に運営していくためのものであると認識しておりまして、ご理解いただきたいというふうに思います、はい、柳瀬君。はいまあ、ご理解できないですよね、それだけ、だ1000億のキャッシュフローって、ままあ、前田会長、あの民間出身と。 ということでありますから、まあこれがどれだけ凶悪のものかということはよくご存知だというふうに思います。で、それを有価証券にしていると、まあ安定的だからということ、まあそれはそのとおりなんでしょう。ただもうこれはですね、明らかにお金がダブついているという外形的に見てそうですよ、明らかに。で、これまあそれだけではなくてですね、例えば子会社 n h k の子会社もうお金がダブついちゃってるんですよね。で、利益の上余金。 子会社の利益の剰余金でありますけれども、これ、毎年毎年利益を積み立てたお金でありますけれども、これが平成16年度は735億円でありましたが、そこからうなぎ登りに登って、ですね平成30年度で964億円ということで、子会社の、子会社のですよ利益剰余金のが約1000億円あるということなんですよね。 総務大臣はこれに対してしっかりと意見を言っていて、まあ、これ、適正な規模に努めるべきということをおっしゃっているわけですけれども、じゃあ、例えばですね、この子会社の利益剰余金の適正な規模っていうのを、まあ、どのように考えているのか、NHK に伺いたいと思います、はい、日本放送協会、板野専務理事お答えいたします。で子会社のの利益常用金につきましては最大の株主という立場からも NHK が適切にコントロールし NHK の財政への貢献をすることが適正だと考えております利益上位金の扱いにつきましてはこれまでも自主的に内規を作り運用してまいりましたまたこれに加えて放送法が改正をされまして今年1月に施行されたことや総務省から新たなガイドラインが示されることを踏まえまして経営委員会による内部統制関係議決において 利益剰余金の協会への還元の在り方の考え方を明らかにした上えで、執行部による関連団体運営基準に配当方針を明記して、ホームページ上でも公表しているところでございます。具体的には、関連団体運営基準に次のような内容を新たに記載をしております。子会社の配当につきましては、財務状況、事業計画、株主構成などを勘案し、NHK と協議の上実施規模を決定する。 普通配当は原則、当期純利益の50%とする、当期純利益が事業計画を上回る場合は、その超過分の80%を配当に充てる、経営資金両面が比較的安定している子会社については、事前に協議の上特例的に大型配当を随時実施する、大型配当は関連団体の維持・発展に必要な内部留保を除いた常用金を原資とする。こうした 利益上昇金への考え方と配当方針を明らかにすることで、子会社の利益につきましては、NHK に還元し、ひ、まあ、いては視聴者の受信料負担を軽減することにつなげてまいることを明確にした次第でございます、はい、柳瀬君。はい ちょっとあの時間があと2分ぐらいなんですけど、これ、例えば積立金なんかも、ですね子会社はもうずっと使ってない積立金が10年以上、ですね同じ金額が留保されているとかっていう案件もいくらでもあります、つまり子会社もだぶついてるんですね、お金が、またそういった関連団体との NHK の取引ですけれども、これも匿名随意契約、匿名とは言わないのかな、随意契約の割合がですねまあ90%超と。 いうことになっていますでこの随意契約については、えー、もうずっとですね、まあ、高市大臣もこれは指摘をしてきたわけですけれども、これ変わらないですね、変わってないでしょ、だいたい随意契約の割合はです、ね、93%ということで、まあ、27年度、えー、大臣が指摘されたのはです、ね、でね多分28年度にはですね、大臣は、えー、この在り方をですね適正化を進めていくんだとういうことをおっしゃって いるというふうに思いますけれども、まあ、そこからもです、ね、この随意契約の割合というのは、NHK と関連団体のとの、ねえーまあ、92.7%、平成27年度、平成28年ー93.5%、平成29年度は92.6%、平成30年度は92.5%ということで、もうほとんど変わりません、えー、つまりです、ね、えーまあ、これ、ずっと問題はし明らかなんですね。問題は明らかで、えーまあ その当時の NHK 会長もです、ね、総務大臣も、これ問題だと、適正化すべきなんだということを言ってきたけれども、適正化されてこなかったという事例ですよ。じゃあ、それが今回の中期経営計画で、ちゃんと適正化されるのかということなんですけれども、時間がなくなりましたので、大臣にこれ、しっかりと適正化していくんだという決意をです、ね、お伺いしたいと思います、はい、高市総務大臣。NHK ととと子会社のののの取引,とあの取引の財源というのはそ多くが 私たちの受信料でございます NHK によるまあ子会社などへの業務委託の金額がまあ近年増加しておりますし、まあ、業務委託のうち随契約の占める比率が非常に 高い水準となっておりますあのそれで、昨年秋に総務省がガイドラインを公表させていただいて、業務の効率性を確保するため、業務委託について適正かつ明確な基準を設けることが適当だとさせていただきました。NHK の方でも対応を進めていただいておりますけれども、このガイドラインの趣旨を踏まえて、業務の効率化を十分に図るように促して、 参ります。